模試亀は大皿から中皿へ玉を移し、軽く投げ上げて再び大皿へ移す技です。持ち方は大皿と同じ持ち方になります。大皿、中皿、大皿、中皿と一定のリズムで繰り返していきます。昔はもしもし亀よ亀さんよの歌のリズムに合わせてやっていたので、もし亀という名前になりました。大皿、中皿と膝のクッションを使って確実に球を移動させましょう。それではみんなで練習してみましょう。もし亀は大皿と中皿を行ったり来たりする連続の技です。はじめはゆっくりでいいので、たくさん数ができるようにしましょう。1回ずつ膝を使いながらやるとたくさんできるようになります。球は高く上げないようにしましょう。慣れてきたら少しずつ速くできるようにしていきましょう。模試亀のポイントは、球を軽く投げ上げて大皿、中皿へ移動させること。イメージ的には球は動かさないで剣を動かしていくイメージです。しっかりコツをつかんでください。